どうも。おはこんばんちは。今回はレイド以降、ガントレットで遊んでいくんやで。前回は外周の人と並走する方法をアップしたけど、今回は固定砲台式をアップしていくんやで。いつも通り簡単に流れをまとめてみるよ。まずは聖杯ガントレット組と太陽ビースト組で3-3で分かれるよ。分かれたらそれぞれの組で外周に入る順番と矢印の打つ場所を決めとくよ。矢印の打つ場所は PT によっていろいろあると思うけど、乗った台座で決めると間違いが少ないと思うの。例えば聖杯に乗ってる人は上、ガントレットの人は下、みたいにね。自分が担当してる場所は上、援護は下、もいいと思うけど、そこはお好みで決めてね。大体の流れはノーマルとあんま変わらないけど、固定砲台式の方が現像を打ち漏らすこともないから、並走式よりは断然楽にいけるよ。あと、雑魚処理はまとまってやるとかなり楽だよ。今回私は聖杯ガントレット組だったから、それに沿って解説してくね。まずスタート位置はガントレットからスタートします。ガントレットの雑魚処理を得たら、聖杯の雑魚を処理しに行きます。センチュリオンは台座担当の人がカッコ撃破です。それが終わったら最初に外周する人は弾拾ってね。細かいところはプレイしながら説明してくよ。スタートはガントレから吸う。ボロの人いたら回復のリフトいただいちゃいましょ。いなかったら頑張ってね。ラグいわ。ガントレの雑魚処理終わったら聖杯も雑魚処理するよ。あんまり突っ込むと死ぬから気をつけてね。センチュリオンはいたら担当する台座のセンチュリオンを沈めてね。台座乗ってスタンバイしとくよ。今回は聖杯乗った人は矢印の上を担当します。聖杯だから矢印の上担当です。正式だと現像打ち漏らしがほぼないからおすすめだよ。また上担当です。並走式に比べるとかなり楽です。これで1周終わりです。おかえりなさーい。そしたらまたガントレットに集まります。スパチャ使ってもいいんだけど、ハッチ行って使うまでもないんだよね。ガントレ終わったら聖杯側の雑魚処理ですよ。綺麗な彩音かと思った。
次は私が外周だから、ダムが湧く場所のセンチュリオンを手伝いで沈めます。ちなみにめちゃくちゃジャンプ苦手です。本当はね、最初にね、外周行きたかったのね。そしたらね、自分ごろだから最初行きますってね、言われちゃったよは。これで2周目終わりです。ただいまー。ダーンク。そしたらまたガントレットに集まるよ。ガントレットの雑魚処理終わったら、聖杯の雑魚処理ね。この流れは全部一緒です。最後はガントレット担当だから、ガントレットのセンチュリオンを私が担当します。今回は聖杯が上、ガントレが下を打ち抜きます。これで3周終わったから、最後はみんなで外周するよ。今回は太陽ビースト組が奇数壁の弾を最初に取ります。私たちは偶数壁の弾を取ります。前回は並走式の動画あげましたが、固定砲台式の方が圧倒的に楽です。並走式に慣れてるんだけど、それでも圧倒的に固定式が楽です。並走でやってる PT があったら、試しに固定砲台もやってみてね。めちゃくちゃ楽だと思うの。では、ご視聴ありがとうございました。